はい、どうも、はるきです。今回はこちらですね。もはやね、伝説になっているデスサイザーヘビーディフェンス、通称 DHD、うん、あ、これちげえわ。あ、はい、DHD なんですけれども、ま、これは相当強いベイブレードなんですけども、このね、ここにあるデュアルシリーズ全機種、全機種、全ベイ、まあ一人ぐらい勝てるやつがいるんじゃないかと思って、今回はまあ題しまして、 DHD vs デュアルシリーズのベイ全部対決、グダグダなタイトル、イエーイ。ということでね、まあそんないくら強いって言っても全勝はできないだろうということで、このデュアルシリーズ全部持っている僕が全部戦わせていきたいと思います。それだけの動画です、どうぞ。
はい、というわけでね、負けなしというね、勝ちか引き分けというものすごい結果になりましたけど、この第1世代の改造が第2世代のね、強化されているはずの第2世代のデフォルトに負けなしっていうのはやっぱ伝説ですね。DHD は強すぎ、これは大会で禁止してもおかしくないぐらい強いですね。改めて実感しました。はい。というわけで今回は DHD VS デュアルシリーズの V の対決でした。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。バイバイ。